はい、こんにちは、小笠原です。今回のテーマはカルボン酸になります。カルボン酸というのはこのカルボキ式ですね、 COH カルボキ式を持つ化合物で、一番皆さんがすぐイメージできるのは酢酸だと思います。食酢の中に含まれてますね。この COH、 このところをカルボキ式というんですね。でこの仲間は C の数がもう1個多いとプロピオン酸、それからもう1つさらに多いと酪酸となります。酪酸っていうのは足の裏の匂いっていう、あんまり匂いがいい匂いじゃない物質なんですけど、それから炭素の数減らしますと偽酸ですね。こちらが方が抜けてました。酸があります。偽酸カルボキ式があるんですけど、実はもう一つこう見ると実はホルミル基もあります。ですのでこれは還元性がある酸になります。あ、すいません、もう一つですね、この名前なんですけど、偽酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸というのは一つ一つこう覚えていかなきゃいけないことになるんですね。あの例のメタン、エタン、プロパン、あの辺使ったネーミングできないかというと実はあって、偽酸のことは、ね、メタン酸ということもできます。だから酢酸の方がまあもう慣れちゃったから酢酸の方が自然なんですけど、実はエタン酸という言い方もできるし、 C が3つのやつはプロパン酸、プロピオン酸のとこをプロパン酸とも言えます。酪酸は4つですのでブタン酸ということもできます。はい、では今見ていただいた、偽酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸なんですけど、実は、このカルボキ式が1つだけなんですね。ですからこれは全部のモノカルボン酸と言います。モノが1つを表します。モノクロとかモノトーンのモノですね。それに対して COH が2つあって、これは次カルボン酸と言います。次は2つを表します。次連番の次です。COH が2つある。で、これですね。これはこんな風に書いたり、こんな風に書いたり、こんな風に書いたりします。この H2C2O4 という書き方、これは馴染みがある人もいると思いますけど、これは分子式の書き方ですね。指定式で書いたり、構造式で書いたりします。これは臭酸という物質になります。これは次カルボン酸。それから、マル酸、マレイン酸、こんな物質もあります。こっちはトランスですね。こちらがシス型。シスとトランスで名前が全然違います。性質もね、結構違うんです。で、これは二重結合があります。CC 二重結合がありますので、不飽は次カルボン酸と言います。ですね、こちらは、それに対しては飽は次カルボン酸ということもできます。次にですね、ヒドロキシ酸というものも紹介します。これは OH、ヒドロキシ系を持つカルボン酸のことになります。こんなやつなんですね。これは乳酸と言います。乳酸は実は4つ違うものがついています。 OH、H、 そして COH があり、 CH3 があります。これ4つ違うものがついてますと、これ後でまた勉強しますけどね、不正炭素原子といいまして、共同異性体があります。このとこでまた勉強しますからね。別な回にやりますので、ちょっと覚えておいてください。乳酸はヒドロキシ酸になります。次はですね、脂肪酸なんですけれども、これは RCOH のことで、実はモノカルボン酸と実は同じような意味に使うんです。ただ脂肪酸と言いますと、やっぱ脂肪って言葉が使っているので、使い方のニュアンスとしましてはですね、油脂の構成成分の一つってことをちょっと強調したいときに、脂肪酸という言い方をします。あと具体的にはこのパルミチン酸とかステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸なんかを扱うときにこの脂肪酸という言い方をします。油脂が加水分解すると、グリステリンとこの脂肪酸に分かれるんですね。ですので脂肪酸というときにはこの油脂の成分の一つというようなイメージが強くあります。でこの中でパルミチン酸とステアリン酸は CC 二重結合はありませんので、さらに飽和脂肪酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸は CC 二重結合を
1つ2つ3つと持ってますので、これらは不飽和脂肪酸とさらに言ったりすることもあります。